戦うキャラクターを登録するんだ。君の持っているバトルカードを下画面の光っているところに置いてくれ。7枚までドローンできると登録するキャラクターが決まったらチーム決定とタッチするんだ。色が止まらないやん。君の分身を取るバトルカードにスタートが準備完了だ。このチームでチーム決定だ。では出発するぞ。戦闘開始。するのはこの私だ。あれは棒玉だ。バトルアプリのチームボーナス効果で、バトルアプリのチームボーナス効果でラウンド1。そんなもんじゃねえぞ。ラウンド1。まずは風調べといったところでしょうか。バトルスターゲット。お茶を合わせ。お茶を合わせ。ホットメテオモード突入。恐怖に震えるがいい。効果を与えるぞ。面白くなってきた。ラウンド2。バトルアプリ発動チャンス。バトルアプリ効果発動。合体モード突入。ラウンド2。会場のデッキがよし。発生決定。戦闘力を上回った。敵のアビリティ発動。
バトルスターゲット。電王玉レベルがアップしたぞ。おさらせ。連携効果で戦闘力が上がったぞ。いい攻撃だ。バトルスターゲット。バトルスターゲット。鬼だ。鬼を受け止める勇気があるか。連携効果で敵のヒーローエナジーがダウンしたぞ。やるじゃないか。はい、皆さんこんにちは、ノーです。今回ですね、仮面のサイヤ人の、ゴッドミッション1段シークレットと、混乱シークレットの魔人ドミクラですね、はい、こちらを2枚一緒に使ってみました。こちらの2枚なんですけど、何がすごいかっていうと、もう完全にそのお互いが、まあお互いの良さを生かされてるっていう感じなんですかね。まあホイとタンバリンがね、出た時みたいな感じで、片方が存在するからもう片方がめちゃくちゃ強くなるみたいな。で、まず仮面のサイヤ人が、はい、おなじみのあれですね。アタッカーにするとそのラウンド中は切れしない、またパワーが永続で2倍になる毎回と、なってまして、元のパワー高いのにこれがどんどん2倍になっていくので、1ラウンド目でね1万3000超えで、2ラウンド目で2万6000超えっていう感じで、まあアプリボーナスが高ければ高いほど優位になるっていうアビリティとなってて、まあどんどんパワーが上がっていくと。で、ドミグラの効果が蓄えられた魔力でサポーターにした作戦決定時、そのラウンドのみ仲間アタッカーの中で一番パワーが高い仲間と、他の仲間アタッカーのパワーの値が同じになる毎回と、つまりはこの仮面のサイヤ人のパワーをみんながコピーできるっていうことですね。はい、みんなが仮面になれるカードがこのドミグラです。で、フューともねすごく相性いいので、今回はフューと仮面一緒に使ったんですが、2枚使っても全然いいですね。まあフューがね、仮にこの仮面に乗っかったらもう永続で2万アップした状態でさらに2倍になるので、まあ10万超えもね、簡単に狙えると。はい、もう10万とか超えてくると半端じゃない、火力が出せるので、まあなんというかその大神官を使った時みたいな火力が出せるっていうのかな。はい、それもアタッカーはまあ1人減るので、本当に大神官使った時みたいな感じですね。で、仮面のサイヤ人と、まあ、言えばね、やっぱりこの高ステータスに加えてダークリベリオントリガーも、低エナジーと、はい、必殺技も打ちやすい、で気絶もしづらいので、ヘレスデッキと当たった時とかね、まあ、1人でアタッカーにしてもよしと。で、ドミグラの方がねゴッドメテル効果持ってまして、敵サポーター人数 ×10% ダメージ倍率がダウンと、はい、与えるダメージをね小さくすることもできます。はい、でね、この2枚使う際にあたって注意事項がありまして、そちら何かというと、仮面のサイヤ人のドミグラってアビリティの発動タイミングが一緒なんですよ。で、一緒のカードってそのカードをこの登録した、順番で発動するんですよね。例えば仮面のサイヤ人最初にスキャンしないで、ドミグラ最初にスキャンで、その次に仮面スキャンすると、ドミグラの効果が発動した後に仮面が発動するので、これがすごく相性悪いです。仮面でね2倍にする前にドミグラでねパワーを同じにしちゃうので、その後に2倍にしてもあんまり意味がないですね。なので仮面を最初にスキャンしてからドミグラスキャンすると、2倍にした後に、ドミグラでパワーをコピーできるので、ここがですね、まあ使う際にあたってのね、注意事項と、なっております。で、あとは、サポーターにし、しなければならないので、ベビトラとかに、弱くなってくるので、まあ極炎のゴッドメテオのねビルスやベジータとかがいるとかなり安定感もね、まあ上がるんじゃないかなと、思います。はい、まあアタッカーにできる、ビルスの方がいいですね。はい、2ラウンド目、まあ1ラウンド目はね悟空とかで防いで、2ラウンド目で、極炎のゴッドメテオを投げておいて、
このコンボを活用すれば、まあ、ビルスもね、係数高いので、パワーが仮面と同じになったらね、凄まじい、威力が出るんじゃないかなと、思います。はい。いやー、まあ、なんというかこのコンボめちゃくちゃ強いので、まあ、ぜひね、ドミグラ当てたっていう方は、この銀白じゃなくてもいいので、赤白のね、ちょっと安い仮面のサイジン、だいたい4000円ぐらいだと思いますので、まあ、値段が上がらないうちにぜひね、お買い求めください。という感じで、この動画が面白いと思った方は、チャンネル登録や高評価などよろしくお願いいたします。ユニバースミッション3弾のね、他の動画も上げているので、そちらもぜひ、ご覧ください。ということで、ご視聴ありがとうございました。